はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうね。はい、皆さん、ジャンプワンピース最新は読みましたか？いや、9歳明けやばいよ。とんでもないよ。ちょっと激ヤバ情報めっちゃ来てないっすか？展開もやばいし、めちゃくちゃおもろいこの漫画何？というわけで今週もワンピース最新話の感想を撮っていきたいと思います。ぜひ一緒に盛り上がっていければ嬉しいです。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録もまだの方よかったらお願いします。毎週ワンピースの最新話のトーク動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そうしましたらここからですね、1107話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。はい、そうしましたらまず最初にリアクションを取りましたので、そちらご覧いただければと思います。本編の秒数はこの秒数からです。それでは初見リアクションです。どうぞ。はい、1107話。あんたを探してたんだ。え、あんたを探してたんだ。やっぱこれ、ニカのこと？ドリブロギーのニカのこと？ねえ、そんな感じ？ちょっと待って、はい、扉へ？ローとユキオが昼寝してるの見ていじけてるべば。いや、とんでもないことやろうとするやん、ヒョウに。怖い、ベッポ怖いよ。あ、1ページ目、マジでテンション上がる。いや、ちょい店でもここ見たけど、やっぱやばいね。巨兵海賊団、ジャイアントパイレットクルーだ。やべえ。で、お芋とカーシーも来た。もうマジで。めっちゃテンション上がる。やっぱかっけえな、この人たち。100年前の海賊とは思えない。なんか100年前の伝説を見てる感がエグい。どこにいたのか、伝説の巨兵海賊なんかそのままに。はい、どこはもうガンガン行ってるだ。巨兵海賊団上陸。巨神玉を打ち払え。嘘。これは嬉しいわ。師匠たち、気づいた。ウソップが一味で一番最初にウソップがリアクション取ってんのがもうエモい。エモ熱。なぜここにいて。そりゃそうだよな。お妹カシもいる。あ、そうだよね。エルバフに行っても師匠たちに会えねえかもと思ってた。あ、そうだよな。喧嘩してたからな、リトルガーデンで。おー、豆知識入った、豆知識。はいはい、ずっと喧嘩してたよと。そこで会ったよと。また喧嘩の様子を見に来た。あ、お妹カシ喧嘩見に行ったの？やっぱ、あ、結局、だからこの二人が行ってんのか。この二人とはね、NS ロビーで会いましたから。明らかに海軍を攻撃してるんやぜ。いいね。この事件を知って来てくれたんやろ。あ、新聞読んだってでもね。大事件なのか、そらそうだよな。そうだよな。で、ここも裏口？あ、バックエントランスみたいな書いてある？あ、裏口にいるんだ、もうね。あ、戦争しに来たわけじゃね。俺たちを逃がしに来てくれた。あ、もう全部気づいたね。ウソップたちも気づいた。オッケー。あー、待って、ブルー。サニー号。あ、ブルック、もうすぐです。もうすぐ通過します。紅茶飲んでんじゃねえよ。止まれよ。あ、今出たらバリ当たっちゃう。そうだよな。そりゃそうだよな。もしもし、わしはリリス、聞いてくれ。この骨野郎、考えなしに。この二人いいね、このペア。あ、ジンベ。これ探しいの。戦ってる場合じゃないぞ、ゾロ。あ、ゾロ。あ、ガキ、ギー、悪いつと戦ってる、ゾロ。しぶてえな。あ、ゾロ結構ゼーゼーしてる。ガキ。それは最後に勝つ奴のセリフだろ、俺のは。いいね。ましてや、お前は今、仲間たちを待たせてる厄介者。違うか。ルッチャおるね。わ、言ってくれるね。ルッチ言うね。お前ら仲間一人見せてることができねえ愚か者集団だと。まるでお前が戦闘時間コントロールしてるような言い草だな、ルッチ。いいね。ルッチの方が余裕があんのか、意外と。意外とゾロが苦戦してるか。はい。あ、吸引？あ、船の方か。あ、パシフィスタ。あ、もう30隻潰してるじゃん、パシフィスタ。ナイス。あ、軍艦の見舞い。あ、出た、この人。なんかスチームの人。あ、レッドキング中将。名前わかんない。レッドキングっていうの、この人。なんか、おはげだんだんアゴさんとか言ってたけど、レッドキングめっちゃかっこいいじゃん、名前。何か悲しくて、あ、攻撃しだした。パシビスタに攻撃しだしたね。まあ、それそうか。じゃないとやられちゃうもんな。おい、ボニー、ルフィが、あ、こっちサイド来た。あ、こっちサイド来たよ。ボニーに話しかけてる、ルフィ。なんで泣いてんだ？泣くよ、バカ、私。あんたを探してたんだ。あ、これタイトル、ボニーか。うん、ずっと一緒にいたじゃねえか。あ、いたけど、ニカだって知らなかった。お前みたいなゴーのパンチを打ちたかったんだ。あいつをベガパンクの分までぶっ飛ばして。あ、この島から逃がして。ベガパンク。バカな虫キラどもが。わしにべっきりよ。ないね。よし、ボニー、最初いいね。ルビー、行くの。待って。そして、これからパンチはこうて。あ、なんかドアン当てた、あの力。ダチを傷つけて、ゴムガムのドーンが当たり。ナイス。ナイス。いや、嬉しい。ルフィ言ってくれたわ、サタンス。しかもドーンガタリング新技。いや、まあ、かっけえ。待って、ギャベスかっこよすぎ。ちょっと前かっこいい。もうマジナイスルフィ。まあ、メガパンク笑ってる。もうこのメガパンクの表情たまんね。バカー、ナイスルフィ。もうよくやってくれた。もうクマの分もボニーの分もメガパンクのもうドドドドドナイス。逃げんのは自力だぞ。ああ、もう大丈夫か。ほぼ扱え。先に行きなさい、ボニー。私は医学にもたけて今動けば死ぬ。大丈夫？
メガバンク大丈夫マジで。動かずともしなければの吸引筋ボソンジュもうマジあもうナイスもうキサラがビビってるナイスすぎ。前回だって蹴ってたもんね。サンジねレーザー蹴ってたよね。ナイス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 。待ってで、ね、よく見たらキサル目つぶってる上の。もういろいろ熱いこのシーン。おいそうだなお前レーザーだぞ。おいは光より強いんだと思ってサンジかっこいいすぎ。それでそんじゃ物理学終わっちまうよ。やば。やっぱこれドムシューズ関係あるのかな。でまあでも愛だよな愛だよな。はい。立つ瀬がねえのよ。お前ら首くらい持ってかれ。ええ待って待って。サンジルビーバーサスキザル。やば。なんかがっつり戦いそうなんだけど、この感じ。ドーン。あはは、始末するでもかけ。ドーン。ガラガラ。ザ？あ、ザ？誰誰誰？ザ誰？あらあら、五郎星が落ちてる。ああちょっと、やばいやばい、やばすぎやばすぎ、やばすぎるやばすぎ。一体何の能力者ムルム？ずずずず、待って待って。いや、ちょっと待って、これ激ヤバじゃないですか。おかげで助かった。ポン。ポン、さて、任務か、触りました。はい、触りました。多分これデボンさんが触りました。はいはいはい、足に触りました。はい、ウォーガー、はい、ワープ、ちょ、パニック。なになに？迫るかなぜここにいる？うわ、デボンとオーガー。うわ、やっぱオーガー待ってたってことは、やっぱ。うわ、待って、来だしたマジか、こいつら動き出したマジか。やばい。待って待って、デボン。うわ、待って、ティーチャー特別よ。待って、やばい、ちょっとやばい。これ待って、やばくない？マジで、いや、恐れてること起きてない？ちょっと待って、てか、しかも、てか、サタン星ダメージ効いてない？ルフィの。回復は？この人何？え？血筋もの？血筋？ティーチの血筋？待って、どういうこと？待って、今週何やばすぎないんですか？救済やけ？あら、気づいてた？妙な爆裂の貴様の本当に狙いなんだ。世界。なんだかかっこいいんですけど、この人たち。ガラガラガラ。さあ帰ろう。まだ通んなよ。もう少しトップ、ワープ。あ、もうワープでなんかやっぱ狙ってたんだ。え、何？修行中だろ。おぉ、怪物まあ、待ってください。え、できちゃう。バオが語れても、俺はカリブ海賊だです。あんたたちをずっと探してた。何それ。どういうこと？あのお方に憧れて俺は埋めてた。ティーチってこと？クルイゲティーチ様がこうなるのか、俺ね。やば。ちょっと待って、こっちおもろすぎる。ラッシュある。しかも次回関東かな。関東から表紙。待って、やべえ。すごい。面白い。はい、ぜひ皆さん今週も感想コメントお待ちしております。いつも楽しませてもらってます。今日もお願いします。本日は行きましょう。はい、でちょっと最初になんですけど、108巻表紙。いやたまんないっすね。めちゃくちゃいい、マジで。いやマジか。いやいいな。俺もやっぱルフィがいい。もうなんか後ろのキザルはすごいさ、シリアスな展開がこう予想される中、ボニーとかね、アトラスとか結構まあ真剣な表情してるわけですよ。で戦闘丸もね、こう上を見てさ、大丈夫かみたいな感じでいるんだけど、ルフィだけめっちゃ笑ってる。いつだってふざける。いつだって自由。それが麦わらのルフィ。いやー、ギアフィフス表紙に嬉しいですね。戦闘丸は初か？多分戦闘丸初ですよね。抜けてたらごめんなさい。もちろん新規の面々はね、初ですけど。いや、いいですね。キザルは、ちょっと前にありましたよね。こうキザルがやってるの。頂上戦争の時かな。58巻ですね。いやー、ちょっと楽しみですね。3月頭です。またコミックスも感想動画撮ると思いますんで、楽しんでいきましょう。はい、そしたらお待たせしました。本編です。じゃあ行きましょう。さあ、1107はあんたを探してたんだ。何箇所かありましたね。後ほど触れますけれども、もうボニーもそうですし、もうラスト。カリブ。いや、ここへ来てカリブ来ると、まあ、全然思ってなかったっすよね。見ていきましょう。扉へ。ベポさん、ちょっと、やばいことしてますね。ローとユキヒョウが仲良く寝てるのを見て、嫉妬してます。その腹いせがちょっとやばいです。狂気的です、ベポさん。ただ、ほのぼのしては、いるのかな？一応ね。さあ、行きましょう。本編です。1ページ目、2ページ目。見開きで巨兵海賊団と、やべえ。これに関してはですね、金曜日のちょい見せ動画で、主に話しましたけれども、ちょっと改めて。いや、やっぱ嬉しいです。ですね、この巨兵海賊団がドーンっているので、ドリー・ブルギーだけがエッグヘッドに来たのかと思いきや、お妹カーシー、なんならそれ以外の面々も完全に海賊団としてここのエッグヘッドに上陸してきました。いや、もうなんか100年前の海賊がこう動いてんのが見れるってやっぱワクワクしますよね。でやっぱワンピースといえば海賊の物語で、で巨人っていうのはね、モチーフとして我々のこの現実世界でも存在していた海賊バイキングですよね。そのバイキングの見た目をオマージュされてというか、割とそんなイメージがありますもんね。なのでこのザ・海賊っぽい奴らが集団でうわーと動き出してるのって、なんか、あ、
海賊漫画だった、そういえばこの漫画っていうね改めて見せつけられた感ありますね。でなんかやっぱドリームルギーがなんかこの指示出してさ、この味方がちゃんと結束してて、この統率取れてる感じとかがなんかまた意外性ありましたよね。なんとなくですけど、ドリームルギーってエルバフの戦士ってなんとなくこの孤高な戦士というか、各々が戦士で独立してるようなイメージがあったんですけど、いざこの人たちがこうチームを組んでるところを見ると、いやそりゃこれは歴史上で恐れられてたのももう納得だなってわかりますよね。各々がただでさえ強い戦士っぽいのに、なんかそれがギュッとね、ちゃんとチームとして一丸となって統率取れて動いてますもんね。いやこれかっこいいなこいつら。でもページめくったところでガンガンに軍艦をぶっ壊してますね。もう完全にだからもうルフィたち助けに来てるもんね。いやもうちょっと待って、援護強すぎ。なのでドリームルギーが島の中心にこう向かっていって、周りを追い求カーシーが破壊していくっていう作戦ですかね。なのでまあ海軍の軍艦は船員たちに任せて、自分たちは島の中心に向かっていきそうですよね。でももうウソップウソップよかったな。いやー最初にこのドリームルギーを見て最初に言葉を発したのがウソップで、もう嬉しい、もうウソップよかったなお前。師匠たちびっくりしますね。いやそりゃそうだよね。だってさ、まだリトルガーデンにいてもおかしくないと思ってるわけですからね。もともとリトルガーデンであって、あそこで喧嘩の決着がつかない限りリトルガーデンから出れないと思ってますから、まさかこのエッグヘッドに来るとは思ってないよね。なぜここにってね、ウソップもビビってます。ウソップもね、エルバフに行っても師匠たちに会えないかもってね言ってますもんね。でこのドリーブロギーはリトルガーデンで結局どうやってエルバフに戻ったんですかね。決着がついたらね、一人が脱落しちゃうし、でも追い元カーシー行ってたっけ、なんか行ってなさそうなんですよね。でも追い元カーシーが行くぐらいしか考えられないか現状。いやただやっぱエモいですね。ウソップがこれ気づいてね、双眼鏡で一番最初に見てるのがもう僕はエモかったな。ウソップの夢である勇敢なる海の戦士、その理想像になんだか近い存在がやはりドリーブロギーでしたもんね。こんな勇敢な戦士になりたいんだと当時言ってましたから、その憧れの存在がいつか会いたいと思っていた、そういった人たちが今目の前に自分を助けに来てくれてるんですもんね。いやそりゃ嬉しいよな。嬉しいっていうか、なんかもうパニックになるよね。よくわかんなくてなんでまずここにいんのってなるし。でまあエジソンもね言ってくれてますよ、この事件を知って来てくれたんだと。いろいろまあ頭がいいですよ、やっぱベガパンクですから。もう新聞が出てればまあ一大ニュースになるから、まあ多分それで来てくれたんだろうと。このあたりも天才ですね、さすが。でウソップたちと一緒に裏口にいますね。もうドアに書いてありますね、バックエントランスって書いてあるんで、まあ一応裏口集合っていう作戦でしたから、まず最初にこの面々が裏口に到着していると。ただロビンが見えないんだよね、ロビン。まあ、多分いるでしょうロビンね。で、ブルックさんとリリスさんちゃんと向かってますね、滑りながら。いやまだ滑ってる、まだツルツルしてる、なのに紅茶飲んでるブルック。もう最高っすね。もうすぐ通過しますじゃないんだよ、通過しちゃダメなんだよ、止まんないと。リリスがツッコミ役なのマジおもろいっすね。リリスどっちかって言ってなんかボケない感じがしてたけど、結構ツッコミ入ってますね。でジンベイさんはゾロを止めに行ってます。前回ナミさんが状況整理してで指示出してましたもんね、ゾロが迷子になっちゃうからジンベイ行ってくれとナミさんが言ってましたね。戦ったら場合じゃないぞ、さ結構遠くまで行っちゃってるっぽいですね、なんかゾロね。まあまあゾロがこうルッチをこう引きつけてるんでしょうけど。ねまあ見れました、ゾロ VS ルッチガキンキンと戦ってますね。で結構ゾロ息上がってるんですよね、しぶてえなぜ急いでんだかぜってね。まあこの前にもね、まあ、セレフムと戦ったりだとか、まあ、カクとねちょっと戦ったりだとかもしてましたけど、ただそれはルッチも一緒ですね、互いに息は上がってます。それは最後に勝つやつのセリフだろ、ロノア。いいですね、このなんか挑発し合いというか、バトルしながらもこの何口論もしてるっていう、お互いこうなんかさやっぱ上から行くタイプじゃないですか。だからこのセリフがいちいち両者ともに上から行ってますよね。ましてやお前は今仲間たちを待たしている厄介者、違うか。口喧嘩してる、戦いながら口喧嘩してる。お前らは仲間一人見捨てることができねえ愚か者集団だ。めちゃくちゃ言ってくれるやん。でゾロもねそれに生かしてますもんね、お前が戦闘時間コントロールしてるみたいないい草だみたいなね言ってますもんね。いやでもまあゾロは勝ってくれそうですけどね。まあとはいえまあルッチもね言うて、まあ、ルフィは相当ねパワーアップしちゃって、ルフィはねやっぱルッチ以上っていうのはもう明確っぽいですけど、もちろんゾロもパワーアップしてるけどルッチもね言うてパワーアップしてますから、速攻蹴りがつくっていうレベルで力の差があるってわけではなさそうですね。あでもただルッチはそのガンガンにリスクを負って攻めなくても時間稼ぎできないんですもんね。キザルとサタン星がこう来るのを待ってるわけですから、だからゾロが言っていたしぶてえなーに繋がりそうですよね。だからルッチはルッチで一応作戦立ててゾロをこう挑発してうま
まく時間稼ぎしてるっぽいっすね。でからのどん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 エッグヘッド内でもいろんな戦いが起きてます。パシフィスタ VS 海軍。パシフィスタが前回ボニーの命令によって完全にルフィサイドボニーサイドついてくれたおかげで一気に形勢逆転して海軍の軍艦に向かってパシフィスタがレーザー飛ばしてるわけですよね。でどんぐらい状況が変わったのか今回わかりました。もともと100隻軍艦が来ていたわけなんですけど、そのうち30隻沈めてます。約30隻の小型中型戦が撃沈。海軍もね言ってますね。で被害は拡大中と。でこれプラス言うても挙兵海賊団もいるわけですから、もう海軍の軍艦がどんどん落ちていくのはもう目に見えてますよね。もうこっからどん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 海軍の船ね沈んでいくでしょう。いややっぱパシフィスタ味方ついてるだけでだいぶ変わりますね。でなんとこの人名前が判明しました。おはげだん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 お子さん、その名もレッドキング中将。すんごいかっこいい名前だった。レッドキング、レッドもかっこいいしキングもかっこいいのよ。それガッチャンコしてる。でも見た目おはげだん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 ご癖あるこの人好き。レッドキングさんいいね。なんでレッドキングって言うんだろう。うわ今これ調べたらめっちゃおもろい。レッドキングっていう怪獣がいるみたいですね。ウルトラマンの敵だって。おもろー、おもろい。調べてみてください。レッドキング。めっちゃ怪獣だわ。めっちゃ似てる。おもろ。遊ばれてますね。ネーミング遊ばれてますね。おもろ。怪獣がいるんですね、ウルトラマンシリーズの。いや、これ世代の人わかんのかな。俺ちょっとウルトラマンわかんなくて。なんか見たことあるな、確かに。おはげだん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 、顎だ。顎か、これ。顎っていうかなんかもう、この鱗っぽいですけどね。なるほど。言うてこの人技名判明してますもんね。スチームナッコーだっけ？やってましたよね。で、このレッドキングさん、パシフィスタに反撃してますね。パシフィスタやれるレベルで強いんだ、この軍艦はっていうのもちょっと思いますよね。パシフィスタの方がなんかすごい強そうですけど、言うてもやっぱでかい軍艦はそれなりに強さがあるってことですかね。小型、中型に関しては後ろに下がれって言ってるので。で、ここからよ。ボニーとルフィ話しました。いやー、ここいいね。いや、俺このルフィの絵めっちゃいいんだけど。おい、ボニー、なんで泣いてんだ？なんで泣いてんだのルフィが、なんかもうほんとカートゥーンっぽくないですか？なんかもう絵柄がもう全然違うというかね。このカートゥーンをね、やっぱモチーフにされてるじゃないですか、小田先生も。ギアフィフスって。なんかそんな感じがしてるというか、なんかこのボニーとルフィの並んだコマの時点で、なんかもうルフィがなんか特徴的すぎてすげえ、こう感動しましたね、なんか。で、ボニーさんはニカを探してたわけですよね。私はあんたを探してたんだと。で、ルフィは分かってないですね。ずっと一緒にいるじゃねえかってね。で、お前がニカだなんて知らなかった。ニカ？なんだそれ。ルフィ自体はだから分かってないわけですよね、マジで。で、分かってないのもおもろいよな。なんか当時さ、その、やっぱギアフィフスのこのニカの力に、ルフィが取り込まれてんじゃねえかみたいな。要はニカとしての意識があるんじゃねえかみたいなのもね、当時言われてたと思うんですけど、もう今回、それがもう全くなさそうですよね。自分がニカだって分かってたら、なんかそういったね、能力に宿ってる意志みたいなの感じそうですけど、そういったこともなさそうですよね、ルフィは。なんだそれと全くピンときてないですから、もうルフィはルフィってことですよね、あくまでね。だからもうなおさら熱かった、ここね。ここでお願いするわけよ、もうボニーがお願いしたよ。もうそれに応えるルフィも熱いね。あいつをベガバンクの分までぶっ飛ばして、私たちをこの島から逃がして。バカな虫けらどもだ、お前たちには死ぬべき理由がある。さあ出せ。でここのルフィないね。よしボニーそうしよう。にもうこのルフィめっちゃ好き。もうさらっとないねっていうのかっこよくないですか。もう世界政府からしたら、まあ、ニカなんて絶対消したいし、でそれを信仰してるバッカニア族なんてもう昔から奴隷にしてるわけだし、でその意志を継いでるボニーなんてもう生かしておけないと。だから死ぬべき理由があるみたいな、なんかこのなんか変なね言い草言うしてますけど、そのなんか小賢しいやつルフィがもう一言ないね。死ぬ理由なんてないんですよ。自由だな。いや、この3文字超自由。で、目が見えてなくて、にないねっていう、この口だけ、もう明らかに余裕で、笑顔で言ってるっていう。目が、この吹き出しで隠れてるのがまたオシャレだな、ここ。なんか軽いですよね。ここがさ、決め顔でないねっつってやるんじゃなくて、もうなんかただただ軽くないねっていう、この軽くあしらってる感じが、このルフィらしいというか、ギアビブスのこの自由奔放な感じで軽く言ってる感じがここたまんなかったですね。そしてこれからパンチは、こう打て！もうぐるんぐるんパンチだからね、これ。これ子供の頃ルフィがさ、やってたじゃん、もうそれこそ。もうレッドでもね、やってましたもんね、このぐるぐるパンチが。もう子供ながらのパンチなのよ。でも結局そうなんよ。子供が思ってる空想の力が結局一番強いんよ。そこに対してサタン星、カッとね、あの謎の力バーンやって。で、ルフィバーン食らうわけですけど、ひるまず、来たよ！ダチを傷つけやがって、ゴムゴムのダンガタリングダダ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 ダ
ナイス。いや、よくやってくれたラフィ、よくやってくれた、マジで。いや、嬉しい。もうまずここ嬉しいの詰め合わせパック、マジで。まずもうこのルフィの新技が見れた、嬉しい。ドーンガトリング、もう絶対来るでしょと思ってた。ドーンウィップとかドーンロケットとかいろいろあった中で、そりゃガトリングあるだろ、ドーンガトリング、めっちゃ嬉しい。しかも結構太めにしてますね。だいたいルフィのガトリングって結構細いじゃないですか、ジェットガトリングとか。もちろんあのエレファントとかにしてはでかいですけどね。ドーンのバージョン、ギアフィフスバージョン、結構太くしてますね。なんかそれもまたね、見えて嬉しかった。でからのもうクマが一発しかぶん殴らなかったわけですよ。で我々としてはね、もうサタン星へのこの怒り、憎しみ、もうなんかもうとにかくこの鬼畜野郎にもう一発じゃちょっと足んなかったわけじゃないですか。もうそこをルフィが言ってくれたわけですよ。クマの分、ボニーの分、そしてベガパンクの分、ブワー言ってくれたのがもう嬉しい。足んなかったっすもんね、マジで。おー、クソゲス野郎に対してもうやー、よくやってくれたよ。このページめくってもドド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 ドってこの文字がいっぱいあるじゃないですか。だからもうとにかく連打してくれてますよね、ルフィが。めちゃくちゃ嬉しい。もうこれアニメここ30分使っていいっす。ドドドドドドドでも30分アニメ保管待ってます。もうそのくらいもう入れてくれ、ルフィ。ルフィ VS サタン星、ルフィ怒りのガトリングでいいです。うん、いやでも嬉しかった。それが本当嬉しかったですね。もうでそのページめくったところのもうボニー、クマ、ベガパンクの表情がもうたまらん。もうこの3人の分ですもんね、実質。もちろんルフィはねそんなこと考えてないと思いますけど、ただ結果的にね、結果的にルフィは自由にやりたいようにやった、その結果救われてる人がいるんですよ。やっぱこれが麦わらのルフィですよね。いやこのもう物語としてのやっぱルフィのこの存在が、海賊が人々を救うってどういうことっていうのをずっと今までルフィやってきたじゃないですか。それこそが麦わらのルフィじゃないですか。それが今週見れた。熱い。もうボニーも泣きながらね、それ見て。で、クマもなんだかちょっと笑ってるように見えるじゃないですか。もちろんね、意識ないんだよ。人格もないんだけど。なんかちょっと笑ってるとか、報われてるような感じに見えるんですよね、僕。でも、ベガパンクちょっとにっこりしてるじゃん。もう。救われるのよ。こうして麦わらのルフィに救われるんです。いやルフィ大好きだな、マジで。そのパンチってのがこのぐるんぐるんぐるんってやってんのがなんかまたたまんなかったな。少年のこの無限の空想力というか、自由とはこういうことだというか、やっぱギアフィフス好きだな、もうほんと好き。でなんとかサタン星をこのルフィが一回ぶっ飛ばしてくれて、ちょっとダウンしてますよね。この隙に逃げなきゃいけないという状況でございます。で逃げるにはね、まあ、あのホバーを使ってね、こうみんなこうホバーで飛んでいくんで、それを使えとアトラスキャンも言ってますけど、なんとベガパンクさん動けない。マジか。いやちょっと待って、それは予想外だったな。なんかせめてこう運んでね、で上で例えばですけど、一応ねベガパンク医術も持ってますから、でオルガノイド、人工臓器もね作ってましたから、それを使ってなんとかね一命取り留めてくれないかな、なんとかなっていう、そういう予想もありましたけど、もうそもそもこの場を動いたら死ぬと。私は医学にも長けてるから、今ここ動いたら死んでしまうと、もう分かると。マジか。いやでも動かないとどちらにせよじゃない、ここで今すぐ手術しないといけないってことですよね。だからどうすんのそれ、やばくない。でそこにちゃんと追い打ちをかけてきます、この男。キザル、動かずとも死ぬ、諦めろ。怖いよ。キュイーン、キュイーンとビカパンクボニーに向けてレーザーを放とうとするんですが、その目は閉じている。キザル、さすがに目を開けれないか。もう俺キザル好きすぎるわ、ちょっとどうしよう。もうエッグヘッドのこのドラマをより深み出してんのってこのキザルですよね。この人の心の揺れ動きがさ、やっぱワンピースってめちゃめちゃ面白い部分でありますけど、いやそこにね、なんかまた一つ味を乗っけてくれてんのが今回このエッグヘッドだとキザルですよね。目閉じてんだよ。もうちょっと前にもさ、サングラスもっと濃いのかけてくるべきだったと言ってましたよね。でそれっていうのはおそらくこれから起きることを見たくないからですよね。濃ければ濃いほどちょっと見えづらくなるじゃないですか、やっぱ視界が。もうなんなら目閉じとるやん、あんた。もう絶対嫌なんじゃん。ベガパンクもボニーも手をかけるの絶対嫌なんじゃん。もうであと放つだけですもんね。だからもう目閉じてこの二人を打ち取れるのが分かったから、もうピョンと、もう目を閉じて、もうこれ絶対当たる、もうだから見たくない、ピョン打ったわけですよね。そしたらそこにサンジ、お前もうどんだけかっこいいんだよサンジ。ピョンパー、サンジが蹴った。嘘だろお前、レーザーだろーと。フランキーもねビビってるし、なんならキザルが一番ビビってますね。こんな顔してる、めっちゃビビってるキザルが。びっくりするよね、そりゃ。お二人が横たわってる姿が見えるかと思ったら、まさかの。黒足、私のレーザー、ほう。で、サンジーね。愛は光より強いんだ。ドン。かっこいい。最高ですね。それで済んじゃ、物理学は終わっちまうよ。もうほんとだよ。
でもサンジのこの何全てを凌駕するこの恋というパワー、愛というエネルギー、もうそれで確かにね解決しちゃったら物理学っていうね勉強をねベガパンク今までやってきたのとかも全部ね無限になってしまうよとまあわかるけどおもろいっすね。この科学と愛っていうのが実はテーマですよね。やっぱりクエット、もうクマのこともそうだしね、もうサイボーグで科学力でいろいろ体も変わっちゃったんだけど結果愛の力でさボニーを助けに来たりだとかしてるわけですよね。でそれがまあベガパンクも信じられんと言ったりしてるわけ でサンジもそんな感じですよねマジでこれ科学と愛がテーマだよな。やっぱりおもろいな。でサンジ眉毛逆巻きになってますね。ああこのサンジがクイーン戦でイフリートジャンプした時こっちの向きになってましたね。要はジェルマの向き6になる向きですね。だから発動してますねサンジの何かが。なのでこのサンジのこの特殊な力が何なのかってとこはやっぱまだね明確な詳細分かってないですよね。ちょっと前はねそのスーツを着て眉毛逆になってでパワーアップしたっていう感じでしたけど、で通常時は元に戻っていますもんね。で S シャークジンベエのセラフィムと戦った時もこの向きになってましたね。だからまあサンジのスイッチなんですかね、怒りのスイッチ。なんかやっぱ怒りっぽいなーね。サンジが怒った時なんかまあ変身じゃないですけどね、その体の構造がちょっと変わるみたいな感じなんですかね。だからまあイフリートジャンプ実はこの後ここで実は出してるとか、うん、おもろいな。まあ多分だけど高圧グローブは関係はしてなそうですね。ちょっと前にアトラスがまあ高圧グローブを使ってエッグヘッド島内のホログラムをこう殴ってた描写があったじゃないですか。であれっていうのが高圧グローブっていうのがあるよって言ってたんですけど、それでやれてたら多分アトラスもこれキザルに行けますもんね。でも行ってないんで、サンジはサンジで独自の力なんですかねこれは。もうとにかく強い脚力、そしてイフリットジャンプが発動できるほどの強靭な肉体でもうレーザーを弾き飛ばしてるってことですよねむちゃくちゃ強くない？サンジめっちゃ強いやん。でからのルフィサンジ VS キザルドーン。達成がねえのよ、お前らの首ぐらい持って帰らねえと。アハハハハ、血も塩でもかけダーン。シュこのサンジのシュがかっこいい、タバコの火つけてんのマジかっこいい、この戦い前タバコ火つけんのずるいって、むちゃくちゃかっこいいわ。いやでもこれいよいよこうなっちゃうともう手上げられますもんね。キザルはやっぱベガパンクボニーとかクマにはねやっぱ躊躇しちゃってね、まあ目も閉じたりしてたわけですけど、ルフィサンジに関してはもう 100% で来られるわけですから、ちょっとここキザルが本気出したらちょっと怖いなっていう部分はあるのと、ただでもとはいえねルフィはやっぱキザルと互角というかまあ押してましたもんね。キザルに結構ダメージ入れてましたから、その安心感は本当ね2年前に比べたらはるかにありますよね。でここからここから、やばい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 、やばいよ、黒ひげ海賊だデモンとオーガーなんでいんの、やばいマジで今週面白すぎるよ。何前回もめちゃめちゃおもろかったけど今週もめちゃめちゃおもろい。なんだワンピースもう神漫画、もう好きでよかったマジで、面白すぎないマジで。いや前回ドリブルに来て、あ黒ひげ動かなかったんだ、黒ひげかと思ったけどね島来たのと思ったらもうその次で来んのかよ。しかもデボンとオーガだけ、面白い。あらあら五老星が落ちてるわ、一体何の能力かしら、怖えなんか。でしかも触ってますよ、五老星サターン星をポンと触りましたよ。さて任務完了と。なんじゃいこれ、何の任務もともと。でも多分元からやっぱサタン星を狙ってるわけではないですよね。サタン星がこの島に来てるってことは知らないっぽいですもんね、このセリフから。五老星がねここの下界に来るなんて聞いたことないと言ってるわけですから、多分もともとは別の目的でやはり来てたけど結果的にサタン星がいて、そのサタン星をポンと触れて任務完了ってことですよね。だからやっぱこれ多分ベガパンクっぽいっすよね。多分ベガパンクなんじゃないかな。とにかく政府の重要な人物に変身したいんですよねきっとね。でベガパンクがもともといる島ですから、まあ、ベガパンクに触ってればベガパンクに変身できるし、多分よからぬことできるじゃないですかそれって。でも結果的にサタン星がいたからサタン星に触れたら、あまあこれで結果いいわ、任務完了、 OKOK もうこれでいいよってことですもんね。多分そうだよな。でプラスでこのデボンの能力がちょっと分かりましたね。今までさ分かんなかったじゃんこの変身の基準、触ってなのかただ見ただけで能力を得られるのか分かんなかったんですけど、もうこれ触ったらっぽいですね。うわうわうわ、もうこれ怖、サタン星変身できちゃうってことでしょ、やばくない。でこれ能力も使えるかどうかですよね。ただ一体何の能力かしらって気にしてるので、これ触ったら能力もできるのかな、えぐくない。いやでもめっちゃ強いじゃんそしたら。いややばいな、ここ今後どうなっていくかマジで分かんねえ、もうやばすぎ。黒池海賊団3番線船長番号が、黒池海賊団6番線船長カタリーナ、でもダーン。やっぱかっこいいんだよな黒ひげ海賊なんてな。でからのもう一個激ヤバ激ヤバ情報、ティーチは特別よ、ジスジモな、ジスジモジスジモジスジジスジティーチのジスジ、どういう
ことを。ちょっと待って、もう最終章えぐい、おもろい、うわ、なんか終わりに向かってる感も感じてくる。黒ひげのいろいろなことがわかるということは、なんだか最終章がどんどん終わりに向かっているということも同時に感じている、たかしであります。やばいな、ちょっともうね、僕今読み立てで興奮しててちょっと全然わかんないんですけど、ティーチの血筋も大事ってことですよね。繰り返して言ってるだけ。いや、ちょっとマジで意味がわかんないですよね。というのも、ティーチっていうのはまず孤児だったんですよ。96巻で白ひげの船に拾われた時に孤児だったんだよね。お願いします、行くあてがねんす、名前はティーチ、わかったよ、乗れっつって白ひげの船に転がり込んでたわけですよ。で、まあ白ひげの船にいたのは闇闇をゲットできる確率が高いためなんで、この時からすでにね、その計画で動いてるかもしれないんですけど、じゃあなんで孤児だったのとかも気になりますしね。で、何の血筋なの、どこの血筋なの。やっぱ一番最初に浮かぶのはまあロックスじゃないですか。まあロックスの子供説もねあるわけで、なんだかねロックスの後も追っていってるような行動を起こしてるわけですから。で、血筋って言われるとやっぱ気になるのは天竜人ですよね。シャンクスはまあおそらくほぼほぼねフィガーランド系っぽいじゃないですか。フィガーランドガーリング星とめちゃめちゃ似てましたから。かといって黒ひげも元天竜人って言われるとなんかそんなイメージはないですよね。だから見た目的に、あとバッカニアにめっちゃ似てるじゃないですか。まあもちろんまだバッカニアの詳細はわかんないですけど、クマがねごつ上半身足細足ってずっとねうちのチャンネルでも言ってて、でなんだか古代巨人族もそんな見た目じゃないですか。でバッカニア族っていうのは巨人族の血も引いてるでしょ。だから黒ひげもなんかワンチャンねバッカニアありえんのかなとかも思ったけど。でそしたらさ、世界政府を知ってるわけよ、血筋について。あら気づいてたってね、デボンも言ってて、サタン星は気づいてるんですよね。つまり世界政府はティーチの血筋を知っている。となるとバッカニアだったとしたら七部会にしなそうっすよね。いや、生まれながら奴隷だみたいな言ってて、でクマに関してはいや自身の実験だとか、まあそのボニーを人質にとって見せしめのためにクマはねバッカニア族だけど七部会にしたじゃないですか。ただそういう経緯とかがティーチに関してはなさそうなんですよね。だからバッカニアではなすくなってくるのかな。ちょっとこの辺また明日話しますね。また明日の動画で。で、ちょっといよいよ黒ひげ海賊団見えてきましたよ。今まで狙いが分かりませんでした。目的、夢の果てが世界政府公認の国を作ることだとティーチ言ってました。ただ我々としてはそんなわけないだろうと思ってたわけですよね。見えてきました。妙な動きばかりする貴様らの本当の狙いは何だ。正解ドン。かっこいい。これティーチが言わないのがまたかっこいいな。この船員が言ってるあたりがもういやめっちゃかっこよくないですか。これティーチが言ってもいいじゃん、このセリフ。俺が漫画家だったらこれティーチに言わせちゃうね。ね。でもそのクルーが言うあたりが熱いっすよね。なんか麦わらの一味で言うルフィは海賊王になる男だみたいな、なんかこのルフィの夢をルフィの船員が言うみたいに、ティーチの夢をこのティーチのクルーが言ってるあたり、俺これなんかまたかっこいいって思ってしまったのと同時に、うわもうなんかやっぱ麦わらの一味とのこの対比、なんかそこすらも僕感じちゃいましたね。正解。もう二文字漢字で正解。かっこいいわ。やばい、ちょっとクルーが言うとこなんかかっこいいな。でこっからワープで逃げるわけですね。ただこのワープの能力もちょっと分かってきましたね。島内でしか移動できないですね。もう少し遠くへワープできないのかとデボンに言われたら、修行中であると言ってますね。だから島内でしかこう移動できてないわけですよね。つまり多分やっぱり島から島レベルではいけなそうですよね、これきっと。島の中ぐらいだったらまあいけるけど、で船に乗ってこう移動してっていう感じっぽいですね、この感じ。だからなんか本当に超チートってわけじゃなさそうですね。でもラストもやばいよ。あーもう情報おーカリブーのあの人 TG 確定マジか。待って、もう面白すぎる。ちょっと、いや、やっと判明しましたね。もうこれ魚人島出る時ですから66巻くらいですよね、このカリブーのあの人分かんなかったので。和の国でもねあの人って言ってて、誰だ誰だってなったのが、まあここへ来て黒ひげ繋がってくるかと。これ結構やばくないですか。黒ひげに結構いろんな情報渡っちゃいますよね。白星の情報、そしてプルトンの情報、もう和の国とか魚人島でしか得られない情報がこれティーチの耳に入っちゃうんですよね。いや、これティーチがその和の国と魚人島を狙うみたいなことある。いや、え、あるな。ちょっと待って、今すげえ怖いなそれ。やだ。ちょっと待って、どうなるそれ。ちょっとやばくない。待って、やばいよねこれ。やばいよね実際。ちょっと俺今読み立てなんで、ちょっと深くまでちょっと今考えきれてないですけど、とにかくやばそうなフラグですよねこれ。めちゃめちゃ、いやこれ一番恐れてたよな。カリブーがね、やっぱ目がさ、イム様とかさ、まあ、ミホークとかジュラキュールとかね、ドラキュラですから、あのジュラキュールってねスペルが、なんかそっちなのかなとか思ってたけど、黒ひげかい。うわおもろいな。ちょっとこの辺もまた明日話しますわ。ちょっと、うん、結構とんでもない展開に繋がっていきそうですね、ここはね。おもろいですね。じゃあこのカリブーが言っていたあの神様は誰なんだろうね。
これも狂い毛、いやそれも関係してんのかな。もともとシャボンディではその狼よって言ってね、海兵をこう生き埋めにしようとしてたじゃないですか。だからこの神関連でまあイムなのかなってね、やっぱね思ってたんですけど、またそれとは別軸なのか、はたまた一緒なのか、太陽の神がね二カも絡んでるのかどうかですよね。これをねもう黒ひげをもう神というぐらい崇めてるっていうことなのか、まあバルトロメオがねルフィをこう崇めてるみたいなね、そのぐらいのテンションで神様って言ってたのか、なんかそれも気になってきますよね。ちょっとまたこれ明日話しますね。はい、今日ここまででございます。いかがでしたでしょうか。ちょっととにかくやばかった。ぜひ皆さんの激アツコメントお待ちしております。最高でしたね。来週ありますから、来週も一緒に楽しんでいきましょう。はい、最後まで見てくれてありがとう。次も見てね。明日も楽しみ。またね。ワンピースおもろ。前向いて1,2,3,4あって1,2,3全力で